お。わうわあ、ちょっとなんか見ちゃったな。どうも、島田秀平です。始まりました。島田秀平の会談めぐり、皆さん、今回も見ていただきまして、ありがとうございます。ちょっと今回、あの。緊張していると言いますか。 えー、皆さんもですすね心の準備ぜひしてておいていいいたただきたいと思いますもう怖いんですけども、えー、今回はですね、えー、あの、えーまあ、呪いのビデオ本当にあった呪いのビデオの方でですね、まあ、演出をもうねちょっとされていました森澤斗真さん、ね、お越しいただいているんですけども恐怖の映像をお持ちいただいているということで今回はそちらを皆さんにご覧いただきたいと思いますご紹介いたします。 森沢トーマさんですお願いいたしま過去2回ね体験談、はい、素晴らしい階段ね披露していただいたんですけども,、はい、も今回ちょっとあの <laughs> もう目の前にパソコンがありますけども, <laughs> もう事前にセットしておいたんでだから今日のためにかなりもうしっかり編集もしていただいたっていう回り物の時もそうなんですけどお階段巡りさんのためのちょうど5分 三連続っていうのはもう決めてるんで僕は <laughs> で結構ストックの中でああ多分この並びかなっていうのでもうちょうどキュッとしてるもう監督さんですからねその辺のこう流れももう完璧なんじゃないかっていう <laughs> もう仕上がっているねあの皆さん youtube チャンネルそちらもねぜひご覧いただきたいんですけどもチャンネルでお願いいたしますホラホラファイルというフェイクドキュメンタリー作品なんですけれども、えー、まさに連続ドラマのようにもう二十一話、えー、もう本当に実続のシーズン ワンが最近完結しましたので、ぜひご覧になっていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、いろんな活動されてますけどもね。うんはい、まず皆さん概要欄貼っておきます。はい。チャンネルの方ですねご覧いただいて、そしてグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ますでそちらもね素晴らしいんですが、そちら以外もねあのー、非常にこう興味深い動画たくさん上がってまして、なんかそちらで話す時っていうのは、はい、森沢トーマさんじゃないんですよね。<laughs> ワンパクさん。何なんだそれ。<laughs> <laughs> わんぱくさんなんですよね。こ<れ>あっち、それでも、ね、わけあるんですよ。はあ、行きましょうか。<laughs> <laughs> 前回と一緒なんですけど、まず一気に三本の心霊映像を五分にまとめてあるので。それちらの方、まあ、見ていただいて、後の方で、一つ一つ、その。いわくというか、背景というのを僕が解説できますので、五分間は、えー 頑張ってくださいじゃあまさに頑張ってください万博だな五 <laughs> 分間僕も見ます一緒にご覧になっていただきたいと思います、はい、ではお願いいたします、はい、というわけで僕の前にパソコンの方が来ましてこれも再生ボタンを押したら五分間動画が始まるわけですよねはい大丈夫ですかお一人でそうなんですよちょっと怖くなってきちゃってはい あ,あ、そっか。一人だから怖いんですよね。はい、池田ちゃん、いい、えー、私、私ですか。<laughs> すみません、ちょっと一緒に、ちょっと僕怖いんで、うん。前回も見てくれてましたもんね。ねそうです。あ池田ちゃん、はい、ポキってなりましたけどね。<laughs> ポキって言いましたけども。池田さんが良ければ、<あ>僕がいいですか。じゃお願いします。はい。じゃあ、岡井田めぐりさん特製の 三本仕立ての心霊図になります,ますこれからご覧いただく映像は <laughs> すごいちょっとちゃんとしてる本当に呪いのビデオと一緒うわこれテンション上がるわ男性21歳心霊スポットとして有名な森あの森かなプランプ

プレイ。レイおお。おお。おおー。おーおー続いてです。いやどんどん行くんですね。<laughs> 男性五十五歳。まあよーく見てもらわないとわからない。 静点あ、あな動いてるえ、なんか動いてるよ人ですか歩いてきましたよ確かに歩き方おかしいえ、消えた その物体というか定点ですもんね。はい。もう急にこれ猫背でこれ誰これ消えたしかも最後どんどん行くんですね。 男性25歳、樹海ですって実際行ったことないからさ、イメージっていうか、イメージでしかないからね、っらねあ森っていう。来たねえよ今年の初駅、はい、これね、ガチ樹海なんだけど、マジで友達と森で行った感じです、ね。絶対、はい、見えない、ね、これだってもう入ったらもう見つかんねえぜ、これ。これ車のライトなかったら、ちっとバッ暗やったかもしれ <laughs> やべ,えやべえ超綺麗の月ああいうとこ写してほしくないですよね<ー>森とかねああえたくいやだ俺マジでいやマジでそういうのやばい湯で、ね、あちょっ,とっち行ってみようとりあえず進んでみようって言ってあ奥進んでくんですね とことで首つっ、てさ無理だだだ、えー、だよよよここではななんんか発見したくないもんやだよ俺も俺おおお前てれよお前お前なんですどいれれどえリプレイ、なんかありました<タッ>これはちょっとと注意見てもらわないと 大丈夫だろう。あ、最初。まだ大丈夫で。夫え？えうん、右側に。あ、え？人がいきなり立ってるいる。これひ長い黒髪みたいな。そうです。以上でございます。<laughs> <laughs> なんですかこの空気は。 どどうでした？いや怖いです。どれがやばかったですか？全部種類違うんですよ。は一<ー>個目なんかモロ生首でしたけど、ジャッカーかのカモメンタルのう羽代 <laughs> <laughs> さんにも似てるような感じありましたけど。はい、じゃあ解説したのいいですか？あ、じゃとりあえず一言じゃあ言ってから。 ごめんなさい。また。<laughs> また森沢さ,さん来てほしいしばらくは大丈夫大丈夫。<laughs> めちゃめちゃ言葉を悩んでありがとうございます。いやーまた毛色の違う三本選んでいただきましたけど、はい、解説していただけるんですか、はい、わあちょっとなんか見ちゃったな これどれもやっぱご投稿いただいた中からセレクションさせていただきました。はい。じゃあまず一つ目の映像はいあれです。先ほどカモメンタルの宇大さん。はいなんかお首がパって写ってましたよね。はいその背景を言うとまあまず最初のタイトルでも出ていたんですけれどもまあ男性21歳まあシネスポットとして有名な森であるとでこの 映像を撮ったいきさつとしては、まあ、地元で友人とパチンコの帰りに有名な心霊スポットがあるということで訪問そして映像を見返した際に発見だからあの映像を撮っている段階ではあれには気づいていないんですああ後ほどですよね。はい、で、まあ、この場所の曰くなんですけれども、ええ、かつて父親と息子が口論となって怒った息子が父親の首をなたで切断。 そしてそれに対して息子も発狂して後を追ったっていうようなことが言われています。それ以来まあ首のない父親の例、息子ともある男性の例が出ると言われているんですけれども、まあその噂を立証する証拠はなくて作り話とは言われているんですがという映像です。実際だってまさに首から上だけがってことでね、はい、なるとじゃあもうその切断されてしまったお父様のというのが多分。 であの場所を僕も実際に見て思ったんですけどやっぱりあそこに普通にじゃあもうしゃがんでこうっていうふうになったとしたら到底もうポジション的に無理があるんでいや本当地面にね体がほとんど埋まってたりしないとちょっと無理ですよね、はい、そうで,すでもうやっぱこの場所はまあ幽霊の発見の噂がとても多くて登校者の2人もこの場所にはもう近づかないようにしているとのことです。ああのその瞬間だけ映ってたっていうね。 でやっぱり僕もここを見返す時にやっぱり思うんですけどこのなんていうんですかねこの顔ですよこれがまたその青青白いを通り越しててもう真っっなな顔になってますよ、ねそうですね、ここの下がまあ序盤の方で確かその森林というかその行った先に。 キャンプススペースがあるんですよでもそこももうほぼ疲れてないようなスペースで多分いっぱいカバーがかかってたんですけどもそこのなんか多分バーベキューやるところなんですかねその石のところの色ともほぼ変わらないっていう <laughs> スキンヘッドな、はい男性だといやこれ衝撃的ですねいきなり一発目こちらでしたもんねそして2つ目なんですけれども 何、えー、て言うんですかねこれは僕も見た時に「何これ?」っていうような気持ちになったんですけど送っていただいた方が男性で55歳でビデオテープに映っていた謎の映像っていう形なんですけれども、まあ、家の整理をしていたと。うん、でそのビデオテープを一通り見ていってそこからなんか DVD 変換をしていくっていう作業をしていたらしいんですよ。 まあ、バラエティーだい大体もうあれですね2001年3月頃に録画したとされるビデオテープうん、うん、まあちょうど本当その時って多ったら DVD 転換期だったと思うではで、い、その時のやつなんですけれどもその時にバラエティの映像の上にあの時って重ね撮りみたいな概念があるじゃないですかそこに要はバラエティの途中にいきなりこの黒みが入ってこれが入り込んだらしいんです。けども10分 たたただただこの場所をした映し像<ー>でその中であの浮遊してる変なのが出てくるんですけども、まあ、もっと僕も何回も注意して見たんですけれども右側からフって出てきて現れましたねでもなんか人というよりはもうザ子供が描くお化けじゃないですけど、ね、<ー>なんかかぶったようなのがふわ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 っていって消えてくじゃないですか。で、あそこのの場所感じ 実はこの場所は未だにからもうどこでいつ何のためにこれは記憶されてるかが分からない定点撮影なんで。てかまずあんなところで定点撮影する自体も意味が分からない。で結構僕もいろいろ調べてるんですけどもあのトンネルがいまだにどこか分からなくてでもあれを見た感じいやあれが人だとしたらばよーく見るとやっぱりちょっと。 宙に浮かんでるというか、うん、何か兵の上の方に重なりながら行ってる感じがあるんで人間の動きとは到底思えない,い,いさっきあの池田ちゃんも言ってましたけど歩き方が変だっていう風にやっぱ感じました、うん、でなんかやっぱりてるてる坊主みたいななんかそのうね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 浮遊するような感じがあったんでこの存在が何なのかもこのビデオになぜそれがあったのかも 理解ができていないと。決定的なのは最後消えましたからね。そうなんですよ。でも必要以上に荒い映像で、もう四対三の古い映像だということ。でもう一つちょっと懸念点があるのが、そのビデオテープの方を見させてもらったんですけども、ビデオテープってまあなんかタイトルをシールで貼れるじゃないですか。それが剥がされてるらしいんですよ。うん だから他のやつは全部この時この時この番組この映画みたいになってる中でもう剥がされて何かをおそらく書いていたんだろうけれどもそれだけ剥がされてなんだかわからない状態になっているへえ<ー>謎の存在で,ですねはい、ま、たはいそして最後なはい定番のええ<ー>まあこの「 投稿者の方、まあ男性なんですけど、まあ友達とまあ暇を持て余して、まあ時期も時期でこれも多分あれです某感染症が流行った時期で暇を持て余してたんですよ。<ぁ>で、それで友人とその車を走らせて勢いで自回行ってみるかみたいな感じで行ったらしいんですねでまあ映像で見ても分かると思うんですけども、まあ、冬頃でもう雪も積もってて、ええうん、その中で撮影したんですけど 投稿者の方はこの映像を撮影して1週間後に、まあ、某感染症にかかって家族全員が感染したっていうようなことを言ってたんですけれどもまあ例的なことは特に言われてないんですけれどもなんかそれ関係あるんですかねっていうことで投稿してきたんです期でいざ僕も調査をしようと思ったんですけれども多分もう分かると思うんですけども。受解を調査しろって言われたら 莫大な量の情報が出てくるんで,で、ね、もう何と何をっていうふうに思われてうもう無理だなって思ってもう結局この状態で終わっていると。でそこでも映像に映っていた男性っていうのは、まあ、その日からまあ誰かが見つめてくる気配を感じているとは言いつつもまあ、あそこに映っていた、えー、女性のような髪の長い人間。であれ最後の方ちょっとカットしちゃったからあれなんですけれども。えー なんとなく気配は感じてるんですよふわっと向けてあれって思って向けてもう一回向けた時にはいなくなってるんですだからあんな分かると思うんですけども樹海に入っていく通り道でも雪道の中でいきなりポツンと立っててっていう感じだけでも怖いのにカメラを向けてその次の瞬間にはいなくなってるっていうことを考えると 人との存在とも思えないんで,すですよね。あんな寒い中ねあの格好でね人がそこに立ってるわ考えづらいですよね。はいはい、でもまさにザ幽霊のああでしたねあの黒髪で白いね、はい、服を着てっていう,、はい、という感じの三本でした。はい、何ちゃんといい感じに三本別々のこうね毛色 <laughs> の違うやつを編集して持ってきてるんだよ。<laughs> でもちょっと多分最初のやつ最後がったかもしれないですねいやその話いらないです <laughs> いやあれでガッツリ捕まりましたからはいありがとうございます、はあ、いやもう莫大に今までたくさんの見てきてますからねいいその中から今日三本ね選んでいただいたってことで、はい、本当にありがとうございます確しか言えないんですけどもい,いややっぱりこう写真もそうなんですけどやっぱり映像って動いてるからなんかこう衝撃度がまた違いますね でやっぱりこの心霊映像というものの何て言うんですかね、まあ、言い方を変えたらちょっとロマンじゃないですけど何て言うんですかねもうやっぱり憶測の境地でしか行けないっていうのとで僕前回も言ったと思うんですけれども全全部が全部が本物だったらやっっやぱり思ってないんですよ、はい、でもその送られてきた映像っていうものと調べた調査結果っていうものが。 何かつながりを見せたりだとかその調査の中のものとその検証っていうのが何かリンクした瞬間にあれもしかするとって思わされるというところがだからその上でのやっぱ今回はこの3本させていただきいやありがとうございます、うん、以前あの伊集院さん先輩なんですけどね、はい、ホリプロのねお話もしてたんですけどまあ確かに最近いろんな例えば編集の技術が上がったりってことでやっぱフェイクの動画もきっと増えてきてるんじゃないか、うんはい。 ただその中でやっぱ全部が全部フェイクとは言い切れないよなっていう話をした中ですごく印象的だったのが、はい、例えば家族のすごくこう楽しい、えー、ご夫婦が子供を映してるみたいな時に何かが映るとかあるじゃないですか。はいはい、そんなこう自分の愛する子供が映ってるところにそういう映像を作ろうなんて普通に考えたら思わないじゃないですか。 だかからなんかそういうすごくこう「えこれ作ったんじゃないの嘘なんじゃないの?」とかあるかもしれないけどやっぱりそういうな背景考えてもやっぱり本物ってあるよねっていう,うんいやだからまさにやっぱりこういうのってうんやっぱり送られてくるじゃないですか。で偽物っぽい基準って何なのかって言ったら、はい、やっぱりその背景の絵の質感とその幽霊が。 なんかリンクしてないだとかそういうのが多いんですよん、うん、だから僕もすっごいズームして一コマ一コマ見てって<ぁ>で動きとちゃんとシンクロしてるっていう風な理由であ本物っぽいなっていうのはあるんですけどもでもそれを度外視してもそういう流霊っていう風に捉えてしまえば全部が可能性が出てくるいやそれなんかシンクロ率っていう意味で普通に人間としてそこにいたら そのシンクロ率は理解できるんできすけど幽霊っていうものはそういうどういう動きで何なのかっていうのがないんだとしたらばそれってえじゃあ何シンクロしてないからいやそういう動きのものかもしれないっていうふうに思うとやっぱりそこが基準で僕はやっぱ最終的決ででできないんですよであれそうですよね、はい、本当にいや明らかに作り物じゃんって思ってももしかしたらわからないわけですからね。ううっていうところなんかロマンもあったりもするし。はい だからどっちにも断定的には言えないけれどもやっぱり僕はその調査の中での証言とその背景っていうものが不意に重なった時にぎゅっと「えもしかすると」って思わされるいやもう本当にたくさんね映像を見てこられた森澤さんに選んでいただけたってだけでもねすごく贅沢で。 でさらにやっぱりね、もう今回もとんでもない映像でした。ありがとうございます。ますえー、この後ね、えー、この動画の方はちょっとファイルの方で、はい、まあ、あの池田ちゃんの方にだけあの暮らせていただきますので、はい、ね、<laughs> ぜひちょっとねそこだけご協力いただきたいと思います。いや,、はい、いやー皆さんいかがでしたか。もうこれぞでした。ありがとうございました。今回のは本物の映像でしたが、はい、あの。 監督をされてね恐怖のこうドラマとして作られているものがね、はい、YouTube 上がっております、はいはい、はい、今見ていただいたような実際の心霊映像のそういった経験を踏まえてそれを創作してよりドラマティックに作っているのがホラホラーファイルだと思っていただいて結構でございますフェイクドキュメンタリー作品になっています <laughs> えもうシーズン1が終わってかなり 今区切り目のいいところなのでシーズン2までそこまでで全部見てもらえると楽しめると思います。よろしくお願いします。<laughs> お願いいたします。本当見ていただきたいですよね。はい。本当に力が入ってまして、<laughs> はい、もう大赤字でやってますんで、<laughs> はい、もうコスパがね <laughs> 悪いということで、<laughs> はい、労力もお金もねかかってますけどもね、全然もう採算取れないんです。皆さんぜひねご覧いただきたいと思います。<笑><笑>そんな正直に言ってくれる人逆に初めて。<laughs> <laughs> いや見てほしい、なんとか見てほしいですね。<laughs> はい、ありがとうございます。はい 全然ワンパクじゃないんだから。もうガチガチで。さんぜひ概要欄貼っておきます。よろしくお願いいたします。またあのぜひシーズン2が撮り終わって編集も終わってところにまたねお待ちしてますんでお願いいたします。というわけでゲスト森沢ともさんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。ワンパクさんなんですよね。これでもわけあるんですよ。は これ僕バラエティとかも演出とかそういうのディレクターもしてて、えええー、S.K. フォーティエイトって言うじゃないうやつですか？ほうほう名古屋の。はい、あの子たちのまあとあるメンバーの子たちがいるんですけど、僕結構その時にワンパクさんっていうキャラクターみたいな感じでスタッフ的に出てたんですけ、はい、でその中でなんでワンパクさんになったっていうと、ええー、あるコーナーの時に、うん、ええー、スタッフの中でどの子が <laughs> 好みだみたいな感じになったんですよ。<laughs> それはまあ回ってる時にコーナーですよ。コーナーで,すコーナーでね。はいはいはい。ーーそ,そんな裏側出てたらね。裏側じゃな,なんか不謹慎というかね。コーナーの中で、ええ、今の中で一番いいなんだかわい,い。 アピールでできたただだろうみたいな時にある子を選んだんです、はい、そしたらその子が「えどこが良かったの?」って言われた時に「わんぱくなところが可愛かった」みたいな感じで言ったら「なんだよそれ」って言われてそっから僕わんぱくな, <laughs> なるほど藤沢さ,さんがわんぱくってことじゃなくてわんぱくだってフレーズを言ったからわんぱくさんってなったわけですねわんぱくな子が好きっていうので俺がなぜかわんぱくさんになってそっから一個わんぱくさんになって。 そこから YouTube 活動するときにもう結構名前を増やすのが嫌だったんで、ええ、僕そっちの界わだとだからここからホラーの方もやるときにやっぱりキャラクター的にもっとつきたいなって時にまた新しいの考えるの嫌だなと思ってわんぱくだなっていうそういう,あそういうことあ流れがねわんぱくにいろんな怖いものを紹介していくみたいな。 いやもう紹介するぞみたいなことかと思ったら <laughs> そういうことじゃないですよね俺何度、なんでお前ワンパクじゃねえのにワンパクなんだって言われたことか <laughs>、まあ、確かにワンパクじゃないですもんね <laughs> すごくね、紳士的な方なんですけども、はい、謎が一つ解けましたありがとうございますに SKE、はい、の皆さんっていうのは森澤さんがそういうね怖いことをやってるってご存知なんですか、はい、あ、知ってます、ね、あ<ー>もうその番組内で結構ホラー企画の時まあ夏場になるとなるんですけど、うん、その時僕普通に会談したりして そういう感じで普通に知られてます、ね、あじゃあまあ、はいえー、平たく言うと、えー、メンバーからも若干嫌がられてるっていういは来たよ<な>あいつ夏にあいつ来たらもうあれやん <laughs> い, <laughs> いいですねキャラ立ってますねすはい、はい、いろんな活動されてますけどもね、はい、まず皆さん概要欄貼っておきますはい。チャンネルの方ですねご覧いただいてそしてグッドボタンそしてチャンネル登録よろしくお願いいたします